エチオピア・エリトリア国境紛争。エチオピア・エリトリア国境紛争。エチオピア・エリトリア国境紛争は、1998年5月6日から2000年6月18日までの間、アフリカのエチオピアとエリトリア間で行われた戦争のことある。発端は国境紛争ではあるが、互いの首都を空爆し合うなど、規模は極めて大きく、犠牲者も多かった。 第二次世界大戦以降に勃発した国家間紛争のうち死者数が10万人を超えるとされるのは朝鮮戦争、インドシナ戦争、ベトナム戦争、イラン・イラク戦争と本紛争のみである。両国とも経済規模が小さい貧国であり、身の丈に合わない戦争の継続が地域の破綻を招くとして、開戦以降国際連合やアフリカ統一機構、OAU、 現在のアフリカ連合などが積極的に仲介に乗り出している。また、この紛争は、ロシアとウクライナの代理戦争としての側面もあった。ロシアがエチオピアを、ウクライナがエリトリアを支援した。エリトリアは1961年から1991年までの30年間に、渡り、エチオピアからの独立闘争を繰り広げた。エチオピアの社会主義政権崩壊の結果、 1993年にエリトリアは独立を達成し、両国の関係は正常化した。しかし、エリトリアの独自通貨発行や内陸国となったエチオピアによるエリトリア国内の公安の使用料の交渉が難航したことなどで、両国の関係は再び険悪化。背景には、エリトリア側の独立による民族意識の高揚とエチオピア側が影響力。 通貨の流通や、港湾の使用の行使を維持させたい思惑があった。また、国境沿いにある都市バドメ周辺の国境線は、未確定のままであり、両国は違った見解を持っていた。当時、バドメ周辺に、金鉱脈が発見され、その所有をめぐる紛争が原因というニュースも流たが、定かではない。百九十九年二月十五日に、エリトリアーノミグ十九が、 前線を飛行中だったエチオピアの SU-27 に遭遇。戦闘となり、エリトリアのミグ -29 が3機撃墜されたと、される。エチオピアの SU-27 は、2機ともエチオピア人による操縦とされるが、ロシア人とも言われている。エリトリアのミグ -29 は、ウクライナ人教官とエリトリア人による操縦であった。その後エリトリアは、 ミグ -29 を追加購入した際に SU-27 もセットでウクライナから購入している。また、エチオピア空軍第五飛行隊にはロシア人傭兵が所属していたとする情報もある。1998年以前からバドメ付近はエチオピア軍によって占拠されていた。5月6日から7日にかけバドメにおいて エチオピア側の民兵が銃撃を行い、エリトリア兵8名を殺害する事件が発生した。エリトリア軍は5月12日からバドメを含む地域に攻撃をかけ、さらに東部に進撃したが、エチオピア側はこの地域に民兵と警察しか配置しておらず、撤退を余儀なくされた。5月13日には、エチオピア内閣と議会が、エリトリア側の侵略を非難し、 即時撤退を求める声明を行ったエリトリアはこれをエチオピアからの宣戦線復刻であると主張し両国間の紛争は本格的なものとなったエリトリア側は自国の攻撃がエチオピア側の攻撃に対する正当防衛であると主張していたがこの措置を国際連合安全保障理事会に報告していなかった両国の外交関係は一応維持されており 一定の経済関係も存在していた。正確な死傷者数は不明であるが、イギリスの外務、英連邦省は10万人としている。また、両国が国内に滞在する相手国民を追放したことから多数の難民が発生した。2000年6月18日、アフリカ統一機構の調停により、停戦合意が成立した。合意の内容は以下の通りである。 7月31日には国際連合安全保障理事会が決議1312を採択し PKO 国際連合エチオピアエリトリア派遣団の設置を決定した12月12日には両国間の包括的和平合意アルジェワ平合意が成立した内容は以下の通りである2002年4月13日国境委員会により国境確定が行われた しかしバドメがエリトリアに帰属するとされたため、エチオピアは異議を唱えた。このため2004年1月には国連安全保障理事会が国境紛争に改善が見られないと懸念を表明している。11月にエチオピアは決定を原則として受け入れると発表した。しかし2005年には再び両国間は緊張し、12月にはエリトリアが UNMEE に参加している。 西洋諸国に撤退するよう要求した。しかし UNMEE 参加国は大半がアフリカ諸国であったため UNMEE の任務は継続された。2005年12月19日、請求委員会は両国の主張を審査した上で次のような裁定を下した。ただし請求委員会の委員はいずれも10アドベラムの専門家ではなく、 また国境を未確定地域以外へのエリトリアの攻撃については評価を行っていない。2007年10月16日、エリトリア軍のタンカーが暫定安全保障地帯に侵入する事件が発生した。2007年7月からは損害段階における審理が開始されたが、両国の主張は平行線をたどった。2007年12月以降、 エリトリアの UNMEE に対する妨害が顕著になり、物資の供給をサボタージュするようになった。7月には、国連安全保障理事会が7月31日の人気切れとともに UNMEE を撤退させることを決議し、UNMEE は活動終了した。アンポリはエリトリアが国連軍を強制移動させたことなどの妨害行為についてが言及している。 2008年6月10日から13日には、エリトリア軍がジブチに侵入し、ジブチ軍人2名が死亡する事件が発生した。以降、両国国境間は、両軍が退治する緊張状態にある。2010年にはエリトリアが、エチオピア軍の越境攻撃が行われたと主張し、エチオピア側がこれを否定するという事件が起きた。内陸国化しているエチオピアは、 エリトリアの公安の使用を事実上断念し、同じく隣国であるジブチの公安を使用している。2018年4月2日、新たに就任したエチオピアのアビー首相がエリトリアとの関係改善に向けた対話路線を表明。さらに6月18日、アビー首相が人民代表議会において、アルジェは併合意及び国境委員会裁定の受諾取り行を言及した。 7月9日、エリトリアの首都アスマラにおいて、エチオピアのアビー首相とエリトリアのイサイアス大統領が首脳会談を行い、長年にわたる戦争状態を終結することで合意。戦争状態の終焉や経済、外交関係の再開、国境にかかる決定の履行を内容とする共同宣言に署名した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。